残らず消し去りましょう。僕の策に期待して。逃がしはせんぞ。この利根坂で吉影を討ち、朝倉を葬るのだ。もはや勝機は逸しました。急ぎ一条谷にまで撤退し、再起を図るのです。織田勢の追撃を食い止めよ。やれるものなら行ってみよう。後輩より敵が現れぬとも限らん。本陣は油断なく守りを固めておく。信長殿は正面より朝倉を追っている。ならば俺は側面より進み攻撃を狙おう。平門討ち死に。任された。参るか。身の程知らずね。討ち死に。愛と討ち死に。討ち死に。愛と貸せ。いいよ。ああ、我が理想へとまた一歩。理想へとまた一歩。物は消えるが世の定め。織田の勢いが止まらぬ。吉影様の撤退まで少しでも時を稼がねば。開門。お任せあれ。道は開けた。者ども、仕掛けを追え。信長の好きにはさせぬ。織田勢を一条谷城に近づけるな。逃がしませぬよ。朝倉の命運は月とも同じ。我らは織田に味方する。開門。終わらせましょう。さすがは吉川、守りの硬さが大したね。終わらせましょう。どう攻めたもの。親父、俺に任せてくれ。忍び込んで中から城門を開けてくるぜ。今が好機。一気に一条谷城を攻めろ。開門。越前の者たちが織田の犠牲に。開門。せれ。俺にかかればこんなもんだ。誰だ。勝手に城門を開けたのは。薄汚い織田のネズミどもめ、覚悟しろ。討ち死に。討ち死に。愛と貸せ。父上、打ちはなりませんでした。打ち死に。終わらせましょう。辰沖殿、さぞや無念でしょう。やったぜ助太刀、ありがとな。うん、邪魔者も消えたことだし、こっからが本当の勝負だ。剣交えて潔く散りましょう。開門。
古き断りに縛られた者と新たな世は語れぬ。天下一新のため朝倉は滅ぶほかない。剣心、聖堂を汚す者たちを討つべく。うんうん、いいよ。水産上杉剣心、またしても邪魔立てするか。攻撃されては厄介だ。急ぎ上杉勢を止めろ。開門。勝利条件変更。ここまでのようですね。越前に安寧のあらんことを。打ち死に。吉神様、あなたにも認めてもらえるよう、いつか必ず作ってみせます。織田勢が一条谷に向かっている今が好機。全軍、織田本陣を吸収せよ。剣心と正攻法で当たるのは得策ではない。先に上杉の兵力を削っておけ。もはや負けたものと諦めていたが。うん、いいよ。上杉が共にあれば信長を撃てるかもしれぬ。異物は消えよ。密却完了。任された。よし、気を引き締め。承知ペテ、本陣の守りを固めておくぞ。我らには軍神と称されし剣心殿がいる。織田勢などにひるみはせぬぞ。一条谷城より戻ってくる織田勢を迎え撃つ。速やかに敵の砦を奪い、布陣を整えよ。散らかすよ。承知。まずい。倒しても倒しても上杉勢が。お任せを。朝倉の軟弱な武者どもなど。うん、いいよ。織田の敵ではないわ。終わらせましょう。援軍を得た今こそ反撃の好機。とはいえ、勢いのある織田勢をどう攻めたものか。開門。よし、上杉勢を押し戻すぞ。上杉本陣を守る砦か。長砦を奪い、攻めの起点とせよ。終わらせます。上杉の固い守り、鉄砲でなら崩せよ。鉄砲隊を出せ。織田は何やら企てている。打ち払え。うん、いいよ。任された。こちらの動きに気づいた。よいしょ。邪魔はさせるな。出てきた敵を撃て。承知。放て。お任せ。鉄砲だ。織田が撃ってきたぞ。皆の者、ひるむでない。承知。清き上杉に横島な弾など効かぬ。上杉兵とて恐れるに足りぬぞ。聖堂より外れし者に情けはかけぬぞ。少子、やってみせるよ。古臭い聖堂とやらを抱えて散らかすよ。さっさと滅ぶがいい。私こそが、はい、天下無双のモノラフなり。お任せあれ。もうこんなところまで攻めてきたのか。任された。鉱山だ。何でもするから助けてくれ。お任
せよ。そうだ、私がこの地の案内役となろう。上杉勢を奇襲できる道があるのだ。聖堂を掲げている我らに敗北は許されぬ。しかし討ち死に愛とかせ。討ち死に、どうだ、討ち死に、討ち死に、開門。だが一撃にて払われよ。ここを抜ければ上杉本陣まであと少しだ。開門。私こそが天下無双の者の不なり。お任せあれ。さあ着いたぞ。先が上杉の本陣だ。残らず消します。奇襲とは下道の好みそうな策だ。終わらせましょう。物は消え。我が信念決して折れぬ。完了。これで朝倉は滅んだ。光秀、お前の覚悟見届けたぞ。もう戻ることはできない。次の浅井とも全力で戦い抜いてみせよう。